はい、さあどうも、全力で今日 YouTuber ビーモリです。ということで本日こちらまたセルラースタジアム那覇、皆さん見てください。こちら本日は心よき晴れ空でございます。いやマジでね、ほんまに昨日の試合はもう考える最悪の野球観戦でしたからね。土砂降りで結局コールド負け、本当にもう昨日着てた服全部乾燥機にそのままぶち込みましたからね。そしてね、無事ユニフォームは乾きました。あ、これね、デーゴの花です。今日はもうこのね、沖縄らしいこの気候、このね、一緒にこのデーゴの花と共に、いやこれが本来沖縄のあるべき姿よ、マジで。うわ最高やね。ということで仕切り直し、今日が沖縄遠征本番、しっかりと全身全霊で楽しんでいきましょう。これよ、これ、これが沖縄よ。これが俺が見たかった光景よ、マジで。あの昨日の動画でダイエット中と言いましたが、もうね、しゃあない、沖縄来たらしゃあないよ。もうチートデーです、今日はチートデー。もう飲むしかないよ。もう沖縄来て酒飲まんとかありえんから。泣けてくる、マジで。うまいって。俺は久しぶりのお酒しみるね、この沖縄で。久しぶりに来てガツンとね、凄まじい印象を残してきたね。はい、これはまるでね、10年ぶりぐらいの日本復帰でいきなりね、あのサヨナラホームランで鮮烈な活躍をしてたロベルト・ペタジーニ選手のような、久しぶりにガツンと来てくれるタイプのビールっすね。どすこーい。はい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 、今日はいけるぞー。宗教、あれ宗教か、ネフタリ教ですか、あれは。もう今日はね、さっきもビールも飲んだしね、もうチートデーです。はい、もうジャンキー、もうジャンキー。沖縄来たからにはね、楽しまないと、そっちの方がおもろいっしょ、ってことで。いや牛タンっす、これ柔らかい。牛タンって結構噛み応えのあるイメージで、今日硬いイメージだったんですけど、柔らかいですね、この牛タン。噛み砕、この砕かれてて一見硬そうやけど、なんか実はなんか優しそうな柔らかい選手。これはまるで元オリックスのヘルメン投手の、めっちゃファンサー良かったんですよ。見た目めっちゃいかついですけど、バリファンサーいいっていう、ヘルメンのような。すぐ近く飛んできたやんけ。飯食ってる途中に打つなよ、おい。いや、あのビーズグラビティの男押せるよ。みんな頑張っとる。頑張っとせーの。きれいよ。オリックスおもんないや。テントローや、マジで。今日もやってる。今日来て一番沖縄感じてんのこれやで。これの、これが一番沖縄感じるわ。オッケー。パスピーを偉すぎる、マジで。8回投げんの偉いって、マジで。答えろって、マジで。よし、いけるぞ。おー、義母や、内臓義母や。何かこれは、頼む、マジで。マジで言うて、マジで、ほんま言うてる、マジで。いつで取る、マジで。入れるよ、マジで。バモス、バモス、マッチャード。バモス、バモス、マッチャード。落ちろ、落ちろ、落ちろ、落ちろ。オーサイ。絶対勝つ、オーバーローゼ。絶対勝つ、オーバーローゼ。輝けとただ願うこの
たくましく咲き誇る三段下の花のように強く熱く気概を持ち池を浜注文レイアンドローレイアンドローバモスバモスレイアンドローどっちやねんは三振やいはいいや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 あれはまぁ打てまして何しに来て俺沖縄にええもん見してくれよマジでかましいごめん今決戦ゴー上機が来たるおいおい両分今こそ進撃敵を蹴散らして卓越したわじね道となれいや、消えろ消えろ消えろマジかよしょ、OK OK 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 よし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 に合わせた時を共に噛みしめながら日々を越えて素晴らしき道を Give us show! Give us show! ガッドアセ Give us show! シバリオシバリオバワローゼチバリよチバリよバーバローゼチバリよチバリよバーバローゼ遅くまで最後まで声を張り上げてくれて共に応援駆けつけてください遅くまでありがとうございましたということでセルラースタジアム2連戦無事終了しましたということで、うん、まあ初戦はもうあれはもう知らんあれはもうね野球観戦とは言わないあれはもうコールドシャワーよコールドシャワー那覇でコールドシャワー浴びて男磨きしてきましたでまあ今日なんやけども、うん、延長12回引き分け暗黒マインドでいきましょう負けんかっただけいいよ何9回うん、もう得点圏で西川龍馬選手が、うん、セカンドゴロ、うん、そこで試合終了のはずでした相手のエラーで引き分けになりましたようやっとるようやっとるよマジで、うん、引き分けまあ本来なら完全なる負け試合あれはもう負け試合です本来ならそれが相手のエラーで負けなかった優勝やろ優勝ですはいということで、はい初戦土砂降りコールド負け2戦目延長12回もう11時近くです、はい、11時近くまでやって、うん、勝てなかったいやなんくるないさなんくるないってこれはうん、うん、もうそういうマインドでいかないとこの沖縄旅メンタルは持ちません
沖縄に来て、うん、よかったな、うん、いい思い出で終わりたいじゃないですか。もうそう自分に言い聞かせることが大事なんで、はい、野球ってええな。